芸能人のプライベートやスキャンダルを語る暴露系 YouTuber ガーシーこと東谷義和。一般人が知らない芸能界の裏側をさらけ出したことでダークヒーローとして多くの支持を獲得。開設からわずか2ヶ月足らずでチャンネル登録者数100万人を突破するなど一躍時の人となっていた。しかし6月4日著名人らを常習的に脅迫したなどとして逮捕状が出ているガーシー容疑者が滞在していた UAE アラブ首長国連邦から6月4日午前飛行機に乗り成田空港に向かっていることが判明した。警視庁は帰国次第逮捕する方針だ。今回はガーシーこと東谷義和がなぜ急遽逮捕されることになったのか、また視聴者の反応を紹介していく。しまゆうのアトリエ。2022年7月、日本に異色の国会議員が誕生した。その名は東谷義和、通称ガーシー。暴露系 YouTuber としてネットを通じて世に出た東谷。彼が半年間に行った暴露は芸能界だけでなく政治経済界にまで及ぶ。 YouTube のチャンネル登録者数は初投稿からたった49日目で100万人を突破。有料のオンラインサロンを開けば希望者が殺到。東谷を支持する声が日増しに大きくなっていく一方で敵視されることも増えていた。各界の重鎮から反感を買ったことが要因となったのか、2022年夏には東谷の YouTube や Twitter が次々にアカウント停止。このままでは真実を語ることができないと感じた東谷は NHK 党の党首である立花孝志の援護もあり、2022年7月に行われた参議院選挙に立候補。約28万票を集めた結果見事初当選を果たすことになった。しかしその暴露の威力は凄まじく、標的にされた芸能人は俳優やモデルだけでなくミュージシャンやお笑い芸人にまで及んでいた。信憑性は定かではないものの、異性関係や金銭トラブルに加え違法物や違法賭博、そして犯罪をうかがわせる内容などを実名で次々に暴露。中には CM 契約が打ち切られるなどの被害を受けた人物もいたほどで、暴露動画を通じて誹謗中傷を受けた複数の著名人が警視庁へ告訴状を提出。主演を務めたこともあるトップ俳優や実業家、またある IT 企業は法人として名を連ねていたと言われている。2022年12月24日警視庁はガーシーに対し任意の事情聴取を要請。マスコミ各社は事件になることを見越し準備を進めていた。国会期間中に帰国すればたとえ任意の事情聴取を受けようと身柄までは取られることはない。ガーシー側もそれを理解した上だったのか、当初は1月23日に召集される通常国会に合わせて帰国することを明かしていた。さらに警視庁は2023年1月11日東京杉並区のマンションなどガーシーの動画から入る広告収入を管理する合同会社など複数の関係先へ家宅捜索に入った。ガーシーにかけられた嫌疑は動画投稿サイトで複数の著名人らを中傷脅迫したことによる暴力行為法違反、いわゆる常習的脅迫、名誉毀損、威力業務妨害、さらには会社事業からの撤退を求める言動から強要の疑いもかけられていた。不逮捕特権を持つ国会議員に対し嫌疑をかけ強制捜査まで行った警視庁。強制捜査が入ったことで一気に現実味を増してきた現職国会議員の逮捕。捜査の全容はベールに包まれたままであったが、万が一の展開に備えマスコミ各社は臨戦態勢に入っていた。そして2023年3月14日参議院の懲罰委員会は当選以降国会への欠席を続けたとして参議院議員であるガーシーの処分を発表した。その内容とは懲罰の中でも最も重いとされる除名であり、これによりガーシーは国会議員としての資格を喪失。翌15日に開かれた本会議においてガーシーを除名とする懲罰案が可決。ガーシーは参議院議員を失職することとなった。それから一夜明けた翌日、各メディアを席巻したのはガーシーへの逮捕状発布のニュース。一夜にして国会議員から容疑者へと転落したのだ。警察当局が国際手配をするために通じている国際刑事警察機構の加盟国であることから拘束に向けた動きを進める可能性は高いと当時から憶測が流れていた。しかし当時のガーシーの反応はというと、すごい国やわ。日本はこれで一生帰国しないことを覚悟できました。今回国がやった除名というのは完全に民主主義を否定している。無理やり除名させた後にすぐ逮捕状ってすごいよね。排除する動きが八方塞がりの状況とも言える中、帰国しないことを宣言。さらに
今後の動きについても語っていた。インターポールで指名手配されるのってテロリストとか人の命奪ったやつらだけやで、よっぽど俺のこと潰したいんやろな。この後帰って準備して引っ越します。引っ越し先は誰にも言いません。視聴者の中にも次なる策が隠されていると疑った人もいるだろう。しかし事態は急変するのであった。2023年6月4日、滞在していた UAE アラブ首長国連邦から飛行機に乗り成田空港に向かっていることが発覚。警視庁は帰国し次第に逮捕する方針だ。捜査関係者によるとガーシー容疑者はパスポートが失効しているもののドバイでの滞在を続けていたため、警察当局は先月捜査員らを UAE に派遣し現地当局に捜査協力を依頼するなど調整を続けていたということだ。これに対して視聴者の反応はというと、 YouTube で散々芸能人の暴露話を配信していたけれど正直逮捕されるまで遅いなと思った。被害を受けた芸能事務所から被害届が出されてから随分時間が経過していたよね。逮捕が近づいてくると往生際が悪くて、一体この人は何をしたかったのかさっぱり理解できなかった。国会議員に選出された時は正直驚いた。なんでこの人に投票するんだと。政治家として担ぎ出した人も投票した人たちも悪い。日本にもいない、当然国会にも参加しない政治家、なぜこんなのが当選したのか。それなら政治の背の字も知らない芸能人政治家も続々当選するはずだ。脅迫罪で逮捕らしいが、個人的にはこんなのに政治家としての給与も払われていたのは納得できない。話題になってからほぼ1年で賞味期限が切れましたね。そういった輩が目立ってもいいじゃんという世論はあるけど、そのせいで自らの技術をより高めようとする人々の注目度は減っているし、目指す人も減っている。短絡的な輩ばかりが記事の中心になった。今回の逮捕がそこからの脱却に寄与することを願いたい。このように辛辣なコメントが多く寄せられた。さらに今回の逮捕について法政大学大学院教授白鳥氏が明記した。日本の民主主義の在り方に一石を投じたガーシー元議員が帰国するという、確かに彼の議員としての活動は許諾を得ない外国滞在と懲罰動議を受けての除名で終わりを告げた。議員を候補者として選ぶ政党の側にも責任はある。折しも次の総選挙の可能性も取り沙汰されており、各政党は次のガーシー議員を生まないためにも候補者の選抜は時間をかけて責任を持って行うことが望ましいことは言うまでもないだろう。彼に投票した民意は必ずしも望んだ結果とはならなかった。しっかりと我々有権者も候補者を吟味することも必要だ。そう、次の総選挙の可能性があるという事実から我々はしっかりと候補者を吟味する必要があるのだ。さらに犯罪アドバイザーの教師氏は今回のガーシー逮捕の件について模倣犯への抑止を促せた。ガーシー氏の YouTube などの動画は拝見していましたが、やはり脅迫や名誉毀損などの犯罪行為にあたる内容も見られました。ネットでの誹謗中傷や脅迫、名誉毀損、侮辱等の犯罪が当たり前のように行われないためにも厳しく取り締まられる必要があります。罪でない部分はご本人が無罪だと証明すれば良いことです。ご自身の今後のためにも帰国されるのが良いかと思います。人生長いので逃げて生きるのは辛いですから、罪があるなら償い、違う部分は証明して否定する、それが真っ当かと思います。ガーシー氏は顔出しで配信されてましたが、匿名や顔を出さずに SNS で他人を攻撃する犯罪行為を行う人間がいます。匿名でも必ず特定され逮捕されることになると分かれば、形を変えた模倣犯への抑止にもなると思われます。警視庁は今後の動きとして帰国次第に逮捕する方針で、詳しい経緯を調べることを表明している。その経緯はどうなっていくのか。またガーシーを生んだ旧 NHK 党は代表者が誰かをめぐって法廷闘争になるなど混乱の渦中にある。果たして逮捕後にガーシーは何を話すのか、今後の動向から目が離せない。